はい、どうも皆さんこんにちは。今回は関係ないんですけど、これ三脚で撮ってます。三脚で。はい、じゃあ今回はね、皆さん、ガチャガチャ知ってますか？ガチャガチャ。今ちょうど昨日一昨日ぐらいに目覚ましテレビとかで今女の子にガチャガチャが流行ってるみたいなを見たんで、まあちょうどいいかと思ってちょっと動画撮ります。で、今回してきたガチャガチャこちら。はい、これミッフィーの柄のガチャガチャのトートバッグです。これすごくね、良くて、まあでも値段は500円しました。で、鼻かゆくてすいません。これ実はね、付属品がついてて、何に使うのか分かんないですけど、なんかミッフィーの柄のバンドがついてて、こういうゴムのバンドが、そのゴムのバンドを使い方分かんなくて、ここにかけてたんですよ、こうやって。で、昨日ガチャガチャして、おやったこれいいやんと思って、バンドついてるしつけとこうと思ってつけて、で、まあ歩いてたんですよ、京都の街を。そしたら気づいたらなくなってて、こうやってとことこうってあれしたら、あれないやんと思って、で、気づいたらなくしてました。実際はなんかこういうね、丸いバンドがついてて、多分こうやって丸めてそのバンドでこうつけてしまうみたいな、まあ多分そうやって使うんかな。ちょっと何に使うのか分かんないですけど、ほんまバンドがついてますっていう話です。で、まあこれ実際に使ってみようと思ったら、例えばこれ水とかこのアクエリアスとか、まあ、大きさで言うとこれぐらいです。なんでほらこうやって入りますし、ちょっとコンビニ行くときとかにめっちゃいいですね。なんか最近コンビニってもう袋もらえないじゃないですか。で、買ったらあれ何やろ、3円とか5円とか、もったいないじゃないですか、そんなお金使うの。だからこういうニベアとか買ったら、これちなみにポケットとか何もついてないんですけど、まあそんなんビニール袋についてないんで、まあいいでしょう。で、こうやって入れて、こうやって可愛いやつ、可愛いこのこれ使ってテンション上げてコンビニに行くことができます。で、柄もこれだけじゃなくて、なんか白の柄にこのミッフィーちゃんのこの体がない首だけのなんか柄とかもあったんで、まあ、ぜひね、500円もするんですけど、まあ多分、まあ、500円ぐらい払ってくださいってことで、まあでも500円あったらビニール袋を100枚買えるんで、まあそう考えたらいらんかなって気はするんですけど、いらんかな、まあまあいいわ。とりあえずそんな感じで、そんな感じでした。じゃ皆さんも こちらやってみてください。京都のヨドバシカメラにありました、これは。ってことで、ではさよなら。